こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日は、めんどくさがり屋さんに向けてのハーブアップアレンジやってみました、うん、はい。一工夫するだけで、おしゃれに可愛く仕上がるんですけど、お仕事の途中とか学校の時にささっとまとめれて可愛くなりますので、ぜひ参考にしてみてください、はい、それでは動画スタート。N ドットのオイルを使っていきます。オイルを3滴出します。全体的にオイルをつけていきます。表面の毛束を取ります。だいたいこのぐらい取ります。ゴムで結びます。横の髪の毛を取り、ゴムの上でまとめます。根元から少し離してゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして1回転させて、下から髪の毛を穴に通します。下にずらしたゴムを横に引っ張り、ギュッと強く締めます。サイドの髪の毛を少しほぐします。トップの部分も少し高さを出します。ヘアクリップを使います。ヘアアクセを耳後ろにつけます。めんどくさがり屋さんの皆さんに向けてのハーフアップアレンジやってみました。一工夫すればゴムも隠れて可愛くおしゃれにも見えますので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。